はい、こんにちは。今日は2021年和歌山県立医科大学の問題の解題です。問題はこちらです。 ABC、N を自然数で、 ABC は9以下の自然数と、で P イコール 2N2+1、 Q イコール NP、 R イコール 100A+10B+C-1、 N イコール A+B+C-1 トークと、で Q と R はともに15で割り切れるとき、 R を最大および最小にする ABC を求めようといった問題ですね。これいろんな文字が出てきてちょっとごちゃごちゃしてるんですが、まあ、要はこれ ABC が範囲が決定しているよと。要するに ABC は1から9までの自然数ですね。で N っていうのは A+B+C-1 っていう数ですよと。ですので ABC の範囲が決定しているので、この N の範囲っていうのは絞れそうですよね。で R も ABC を使った式で表されていて、これも範囲が絞れるんですが、まあ、要はこれ求めたいのは R の最大最小にするこの ABC の値を求めたいよ。で PQ っていうのはこの N を使った式になっているよと。これを使った式ですね。で、じゃあまずはこの N っていうのを範囲を絞りましょうか。1から9までの数ですから、最大になるときは9、9、9のときですね。ですので、X は27、低い1で26。N は26以下の数ですね、と。で、ABC1、1、1のときが最小ですから、これ2ですよね。ですので、N っていうのは2乗、26以下の自然数だということが、まずはここからわかりますよ、と。で、あとは、この条件を考えましょうか。Q と R はともに15で割り切れると。で、じゃあ合同式で考えてみると、Q っていうのが今 NP ですよと。NP。まあ、P っていうのは今この式ですから、N を使った式で表しましょうか。P をこれで置いてあげるとこうなるよと。これが15で割り切れると。つまり合同0、もっと15と。ということですね。15で割り切れますよと。15で割ったあまり0ですよと。で、それから R も、R っていうのは 100A+10B+C-1 ですね。これも15で割り切れるよということですね。で、この2つの条件、それからこの範囲で考えていきましょうと。そうすると今これ、もっと15で考えていってもできなくはないんですが、これちょっと数が大きいので、これ 3×5 ですよね。3×5 ですから3と5に分けましょうか。つまり、15の倍数だってことを言ってるわけですね。15で割り切れる。15の倍数。ということは、3の倍数かつ5の倍数ですね。15の倍数ってことは3の倍数かつ5の倍数。ですので、3の倍数と5の倍数に分けましょう。つまり今この式っていうのは n かっこ 2n2+1 合同0で、もっと3で考えましょうか。15で割り切れるってことは3でも割り切れますよ。でこっち側もそうですね。 100a+10b+c-1 っていうのは3で割り切れますよと。これかつこれですよと。かつもっと5でも言えますよと。これがもっと5でも言えますよと。5の倍数ですよ。それから 100a+10b+c-1 っていうのも5の倍数ですよと。これが言えるわけですね。つまりこれとこれを満たすよと。15で割ったあまり0、15の倍数だと両方。ということはこれが3の倍数ですよと。そしてこれが5の倍数でもありますよということで、もっと3もっと5で分けましたと。でこれかつこれかつこれかつこれ、この4つを満たす N とか ABC の値を決定していきましょうと。でまずはじゃあこの数が大きいので、でこれ、この係数の部分見てみると、これ3で割った余りで見たいので、100っていうのは3で割った余りは1ですよね。で、10も3で割った余り1ですから、ここ1、1になるよと。まあ、ここ消えて、A+B+C-1 っていうのが合同0になるよと。だからここも同様に、ここもっと5で考えているので、5で割った余りは、これ5で割り切れますよね。ですので、余り0、0。ここは消えて、これになるよと。C-1 合同0というふうになります。ということで、ちょっとスッキリしたよと。で、これこっち持っていきましょうか。C は合同1ですよと。こうなります。で、じゃあまずは、こっちから見ていきましょう。こっちの方が分かりやすいかなと思います。C が合同1ですので、つまり、C っていうのは1から9までの自然数だと。で、5で割った余り1ですよって数ですので、5で割った余り1になるものは1、または6しかないですよね。1から9までの自然数で5で割って余り1になるのは1から6のどっちかだということで、まずこの条件からこれが出てきますよと。これかつ、じゃあこっち側見ていきましょうか。こっち側っていうと、5で割り切れるよと。これかけるこれが。じゃあ、今 N っていうのは、まあ、なんかこの範囲の自然数ですので、N っていうのは5で割った余り0か、プラマイ1かプラマイ2。この5個のどれかですね。自然数ですから、5で割った余りは0、1、2、3、C のどれかなんですけど、要するに、0、1、2、3っていうのは 5-2 ですから、これは -2 っていうふうに表せますよと。4っていうのは 5-1 で4ですから、ここの部分をこういうふうに表すことができますよと。つまり、0プラマイ1プラマイ2っていうふうに表せますよと。
で、ここで N2 乗っていうのが出てきているので、これ2乗しましょうか。2乗すると0は0。これ2乗して1。2乗して4。4っていうのは 5-1 ですから、ここ -1 というふうに見ましょうか。ということで、それぞれ2乗するとこうなるよと。で、ここで 2N2 乗プラス1っていうのがあるので、じゃあ0の時はっていうと、ここ0代入すると1ですよね。じゃあ1の時はっていうと、1入れると2たす1で3。で、-1 の時には -2 ですから、-1になると。こんなふうになります。で、いずれにせよ、これが5で割り切れることはないですね。0になるものはないよと。5で割り切れない。つまり、これは5の倍数ではないと。どの場合においても5の倍数ではないよ。n はどんな数であっても、どんな自然数であっても、これが5の倍数ではないことが言えました。つまり、こっち側が5の倍数になることはないよ、ということが今分かったので、じゃこれが5の倍数になるということは、n が5の倍数になるしかないね、ということが言えますよ、と。じゃあ、これを満たすということは、n が5の倍数ですよ、ということが言えます。つまり、結局、これかつこれってことは、これかつ n が5の倍数ですよ、と。もっと5で、あまり0ですよ、と。5の倍数ですよ、と。これかつこれは、これ風に表すことができます。で、続いてこっち側見ていきましょう。こっち側は、まあ、こっちを調べる前に、こっちを見ましょうか。これ A たす B たす C マイナス1っていうのは、要するにこれ N のことですよね。これ要するに N5 同0ですよと。じゃあここ N に変えてあげると、こうなるよと。じゃあ N は3で割った余りが0ですよってことですね。3の倍数ですよと。N が3の倍数であれば、ここは当然3の倍数ですから、3の倍数になんか自然数かけたら、当然これ3の倍数でなりますよね。で、これかつこれってことは、要するに3の倍数ですよと。これかつこれってことは3の倍数であればこっち側も満たすので、これは両方満たす n っていうのは3の倍数であれば OK ですよね。つまり、これかつこれを満たす n は、もっと3で0ということが言えます。n は3の倍数であれば両方満たしますよと。ということで、結局この4つを満たす n っていうのは、n とか abc っていうのはこれを満たせば OK ということになります。じゃあ、これかつこれかつこれを考えると、つまり、まず N の方で見てみると、N っていうのは、5の倍数でもあり、3の倍数でもあるよと。ということは、15の倍数ですね。N は15の倍数だということがわかります。で、今この範囲ですから、この範囲で15の倍数になるのは、N は15しかないですよね。ということで、N は15で決定しますよと。で、この値ですので、N っていうのは A たす B たす C マイナス1。これが15ですよと。これがわかります。で、あと C は1から6なので、じゃあ C が1の場合と C が6の場合で場合分けして考えましょう。C が1の時はっていうと、ここ0になって A たす B が15ですよと。じゃあ C が6の時には A たす B たす5が15ですので、A たす B10 ですね。こうなるよと。で、ここで求めたいのは R を最大最小にする ABC。じゃあまず R が最大になるものを見ましょうか。R が最大になるものはっていうと、R はこの値ですから、これが最大になるっていうのは、A とか B っていうのが大きければ大きいほど最大ですね。じゃあ A が一番大きい値にしたいよと。A たす B が15なんですが、A を大きくしたいので、A を9にしましょうか。そうすると9たす6で15ですね。この時が最大ですね。で、こっち側も最大になるとき、足して10ですから、9と1のとき、A が最大になって、これ最大だと。じゃあこれとこれ比べたときにどっちが大きいのかっていうと、960いくつの方が大きいですね。こっち91ですから910いくつですので、こっちの方が大きいよと。これとこれ比べたらこっちが大きいので、結局 ABC っていうのは961。これが、R を最大にする ABC ということになります。R を最大にする ABC の値っていうのは、これは A が9、B が6で C が1ということで求めることができます。次に最小になるものはっていうと、これ最小にするってことは、A が小さければ最小。で、足して15になるってことは、6、9が最小ですね。が最小と。で、こっち側は最小になるのは、A が1、で、B が9で最小ですね。A を一番小さくしたときはこれですよと。で、6、9よりも1、9の方が小さいので、R が小さくなるので、こっち側を採用すれば OK と。つまり最小にする A、B、C の値はっていうと、A が1で、B が9で、C が6ですねと。ということで、この2つ、それぞれ求めることができました。以上です。ありがとうございました。